深川造船所はかつて福岡県に工場を所有していた船舶、鉄道車両、機械メーカー。明治時代に没航し、大正時代に佐賀県において全盛期を迎えた地方財閥の一つである深川家によって創設され、同家の没落とともにその役割を得た。本校では、東造船所と表裏一体の関係にあった深川帰船株式会社、及び 両者の母体となった大川運輸株式会社、それに深川家の資産運用会社として機能した辞書株式会社についても合わせて記述する。幕末に家業を捨て独立した深川家一郎は明治時代初期に佐賀藩が保有していた船舶の払い下げあるいは借用により海運業に乗り出した。彼は有明海から長崎を経由して大阪に至る航路を確立。 この航路が大きな成功を収めたことから、引き続いて、有明海に面した福岡県水間郡大川町の和歌、都公を母校とする新規航路を次々に開拓。その事業は年々拡大の一途をたどっていった。この過程で、深川海一郎は、自らが保有し使用する船舶の修理を自前で行う必要を感じ、1883年に自前の修理施設を和歌。 都に設置したその後、海一郎は、事故の事業の経営基盤を確立すべくこの海運、船舶修理事業の法人化を基として1891年に、大川運輸株式会社を設立、自らが社長に就任し、息子の文銃を取締役とするなど、経営陣を深川家一族やその社弟といった関係者で固めた。同社では、船舶の運行を司る。 運輸部を深川汽船部、船舶の修繕を担当する公務部を深川造船所と呼び、当初は運輸部が使用する自社所有船舶の修理に限って公務部を運用した。この大川運輸の事業はその後も引き続き順調に発展した。八百九十三年には深川家一族が一連の事業で得た収益で購入した土地の面積が三百0丁部を突破し、 巨額の益金が発生したことから、保有資金と土地のさらなる有効活用を図るべく、資本金を4万円投じて、土地保全と小作人からの小作米取り立てなどを専門に担当する自主株式会社が設立された。続いて1894年には、鹿児島島付が所有していた修正換気会工場で不要となった縦作版をはじめとする。 幕末以来の高価な輸入大型工作機械を購入、和津の工場に設置している。国鉄家145系蒸気機関車基本は、ドイツメーカー製小型蒸気機関車の模倣だが、日本製蒸気機関車としては珍しく自社開発のベーカー式弁装置を備えた野心作であった。こうして、会社の事業が急成長する中、1901年に創業者である。 深川か一郎が成居し、この深川文十がその後を引き継いで、オーカー運輸の社長に就任する。文十は、経営者としての能力も、さることながら、発明家としての際に恵まれた人物であった。彼は、自社船舶の性能向上を目論んで、文十式螺旋推進機を1906年から1907年に、かけて、公安、特許を取得し、 これはその効率の良さから海軍省に採用されるほどの成功を収めた。彼は1908年に59歳で休止するが、深川家の会社経営は、この木次郎に引き継がれて、さらなる発展を示し、また、文十の示した技術面での新種の気風は、後ろ身である若津鉄工所時代に至るまで、技術人に受け継がれてゆくこととなる。 文中没後の1909年に和勝港の造船所設備が拡張され、同時期には広島県の呉電気鉄道の第1号電車や地元和勝と柳川を結ぶサンフィート機関の水間軌道向けに最初の蒸気機関車を客貨車と共に納入した。これは天宮製作所製のいわゆるヘッツイ型と呼ばれる軌道用長小型機関車をデッドコピーしたものであったが、以後、 深川造船所は、ベーカー式弁装置と呼ばれる斬新な機構を備えた、南隅警弁鉄道1型をはじめ、機構、設計ともに、独自色の強い個性的かつ野心的な設計の車両をいくつも送り出している。1910年7月には、運輸部が深川家の本邸のある佐賀県佐賀市道祖本町へ移転、従来は一体であった造船所と運輸部の機能は、 完全に分離された。その後、第一次世界大戦の改善までは、船舶需要の低迷もあって、事業不振が続き、1915年には一部会社の整理が行われている。深川汽船と深川造船所は、第一次世界大戦による船運の公共に大きな恩恵を受けた。この時期、深川汽船は15隻の船舶を保有。 その総トン数は19,805トンに達し、これらが就航する、定期航路も若津か,から、大連、シンガポールジャワへ向かう南洋線、同じく、大連、栄港、天津へ向かう北新線、若津か,から三角、阪神地方を経由して、東京へ至る東京線、若津か,から長崎、佐世保、今里、博多、関門、高浜、今治、田土津などを経由して、 大阪に至る大阪線。和活から長崎の五島列島へ向かう長崎五島線。そして、鹿児島と種ヶ島、薬島の間を結ぶ鹿児島種子薬船の6路線を数えていた。また、要線として運用されていた船舶については、要線量や運賃が高騰、その利益によって対象初期に起きた事業不振の際の欠損金61万3000円や、 事業整理費用を埋め合わせてあり余る巨額の利益を会社にもたらした。この利益によって、母日33万9000円の選果消却が行われ、さらに7万円分の株式配当がこの時期に行われている。このような公共を背景として、造船所部門は1916年9月に資本金20万円で株式会社深川造船所として独立。 やつぎばに増資を繰り返して1918年8月には資本金100万円となり、その資本投下によって総トン数3000トン級の船舶を製造可能とする大規模な設備投資が実施された。こうしてこの時代には、和勝の本社工場は6585坪の敷地に3トン4トン5トンで合わせて3つの小型溶鉱炉を備え、 三千トン級選挙と二十五トン仮設クレーン、それに三台の船かを設置し、鋳物、機械、生管、単野、木工、模型、製材の各工場が胸を並べる、船舶、機関車などの一大生産拠点に発展した。もっとも、1910年に運輸部が移転したことが示すように、筑後川の川口港である若津港周辺はもともと、木工業者が集積していて、 用地面で手狭で、敷地面積の点でこれ以上の拡充は困難であった。そのため、同時期に、福岡県内でも日本海に面した西戸崎に、約10万坪の用地を購入して、新造船所をそこに、建設、千トン五千トン級選挙各一機を設置して、合わせて車軸など機関車部品製造、修繕拠点とすることを計画していたが、 この計画はその後の経営悪化により未実現のまま終わった。この時期、深川家の三代目当主である深川喜次郎は金融機関としての機能も備えるようになった辞書株式会社所有船舶の数こそ対正初期の不振で6隻に減らしたもののそのうち2隻を構成としさらにそれ以外の3隻を東蔵船所製の新蔵船とするなど体質改善が進んだ。 深川汽船、佐賀セメント、自所株式会社が種ヶ島などに所有する広大な土地の開墾を目的とした主や開墾、それに、この深川造船所などの社長を務め、広瀧水力電機やラサトウ林港など、多数の会社の取締役や監査役にも就任するなど、多忙を極めていた。なお、同時期の東造船所では、相談役として佐賀県で、 深川家や小賀家と並び称された財閥、伊丹家の当主である、伊丹や太郎を迎えている。第一次世界大戦に伴う海運事業の空前の活況は、1918年12月の休戦とともに唐突に終わりを迎えた。深川造船省及び深川汽船も、この影響を免れず、運賃及び要船量の急下落で、会社の経営は大きな影響を受け、 特に資金調達に重要な役割を果たしていた自所株式会社の資金繰りが急速に悪化した。この時期、深川汽船では被害を最小限に止めるため、この時期にも定期航路としての運航が続いていた大阪線を自社保有の柳川丸一席と他社からの要船一席で対処することとし、他の保有船舶をより収益性の高い上海などの東アジア近海へ、 廃線する措置を取った。また、深川造船所も1921年10月4日に工場から出荷、退化となるという不幸があったものの、新規需要、特に船舶とは異なる一定の安定した需要が期待できた鉄道車両市場の開拓を進め、1922年から1923年にかけて鉄道省から工事用小型蒸気機関車の受注に、 成功するなど、様々な営業努力が重ねられた。しかし、この時期の不況は、大正時代に佐賀県下に勃行していた各地方財閥を直撃、銀行などの休業、解散が相次ぐ中、ついに1924年8月14日、深川造船所は、工場休業の発表を行うところまで追い込まれるに至った。その後も、機関車製造事業などは、 需要があったことから、工場の再興が図られたが、財力を失った、深川家は、同様に自らが経営する銀行の倒産などで、危機的な状況に陥っていた伊丹家や小掛など、他の佐賀県内新興財閥群とともにこの後、急速に衰退、1925年6月には、工場が競売に付される事態となり、その後も工場は存続したものの唐津成功所に、買収されて、 同社弱津工場となり、創業家である深川の名は姿を消した。1930年には、同工場は、和歌津鉄工所に改組された。同鉄工所は、戦時中には、産業危機統制会会員となって少なくとも1943年頃まで、活動した形跡があり、さらに、若松市の今村製作所に引き継がれて、第二次世界大戦後まで、 深川造船所時代以来の蒸気機関車、製造事業が継続されたことが確認されている。なお、この今村製作所は、車両メーカーである若松車両と資本関係のある兄弟会社で、修正換機械工場から深川造船所を経て、受け継がれてきた、オランダ n SBM 車製立作版は、最終的に同社の負債とともに、この若松車両が継承して存続し、 1998年の同社事故破産申請に伴う工場閉鎖まで北九州市若松区の同社工場で使用されたカテゴリー深川造船所製の蒸気機関車も参照ありがとうございます